15 minutes of making sense. So relax with your hosts, Mitani Koki and Shimizu Michiko. We're making sense all the way to midnight. Enjoy. The right time and the right place. Making sense from Roppongi Hills. 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。今週はですね、はい、どういうわけか私が今あの DVD を撮影、はい、編集してる真っ最中なんですけども、中にあります 2,3 分の短い動画に三谷さんの声を入れてもらいたいということをお願いしたんですが、うん、なかなかうまくいかないんですよね。私はもうこの番組の中で一回やっちゃえば聞いてる人たちも、うん、あ、制作ってこうやってやってるんだとか分かって面白いかなと思ったんですけど、うんうん、なんで進まないのかな。ちょっとうまくいってる方じゃないですか。そうでしょうか。清水さん、ものづくりっていうのはね、時間かかるんですよ。なるほど、勉強になります。ありがとうございます。この3日かけて1ページいきましたから何ページあるんですかこれ。ちょっと何ですか。やりますよ、どんどん。とにかく役者さんでもそうだけど、理屈ばっかりこねてて本当に全然、うん、芝居が追いつかない人がいるのね。清水さん、理屈って大事なんだよ。声のトーンを落とすのやめろ。理屈がないと何にも始まらないですよ。前から言いたかったことがあるの、うん、みたいな時じゃないですか、うん、超怖いよね。怖い怖い。声を落とす。プライベートで本当声を落とされると思うと本当だよね。何もうこれやりますか。続けてちょっと今日初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないので、はい、これまでのあらすじをじゃあ説明してあげてください。グリーンヒドラ、これは微生物の物語なんですけども、微生物が映ってます。それは私なんですね。なんか三谷さんが主演で使ってくれるっていうから、うん、なんか手術まで行っちゃったんですけども、うん、起きたらこんな風になってたっていうね、カフカの変身みたいな話ですよ。そうそう、だからこれ本当にこのラジオを楽しんでもらうためには、うん、はい、グリーンヒドラの映像をどっかで見つけてきて、それ見ながらラジオ聞けばいいし、まあもうちょっと待ってればね、 DVD に。いやでも割と有名なんですよ。だから検索すればすぐ。グリーンヒドラ、僕こんなの見たことなかったですよ。スマホとかで。でこれ本当にいるわけでしょ。待ってください。まるで細胞に詳しいみたいな言い方やめてくれますかね。そんなそうそう見ないでしょ細胞。いやいやいや、僕の知ってる。あと知ってるのは多分ミトコンドリアとか生物の時に有名だった、うん、北島三郎みたいなあるでしょ。北島さん。だからメジャー感で言うとさ、ミジンコとかさ、ね、はいはい、ミジンコなんか誰だあれ。和田アキ子さんとか。瀬川栄子さんとか、ね。グリーンヒドラでもね、正直言います、正直言いますけど知ってました僕。あ、本当、うん、どっち。知ってた。よく知ってた。あとこっちへの質問は、うん、今日2回までね。2回ね。うん。わかりました。メモすることないと思いますよ。やる気ないでしょ。どうします、先行きますか。で、清水さん目が覚めたとこですよ、はい、目が覚めたら、自分がなんか変な風になってたと。そう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 、どうするっていうとこですよ、うん、何これどうやってんのこれ。ちょっとこれ何の役なのよ。はい、2ページ目じゃあ行きましょうか。はい。今のそうなの。頭からのまさかですよ。じゃあ僕のせ、昨日も言ったじゃないですか、セリフっていうのは反射なんですって、リアクション。だからあんたのこのグリーンヒドラを生かすためにこの前の2行をやってやったんだろう。だからこれ最後のもう一回これ金出せよ。ちょっとこれ何の役なのだけお願いします。わ、これ何の役なの。ちょっとグリーンヒドラ何それ。細胞の一種でクロレラって言いにくいんだけどな。クロレラ、ね、年を取ってくるとラリルレロがダメになるらしいですよ。あとガキウクゲコ、クロレラ入りのヒドラ、ものすごい言いづらい。カガア、クロレラ入りのヒドラって。ネネ殿もネネ殿じゃん。赤キャリーパミューピャミュー、キークキャリーパミューパミュー、キャリュー青、あれ自衛ってないじゃないですか。微熱であるんですよこっちは。知らないですよ。細胞の一種でクロレラ入りのヒドラ。やだやだ、こんな形になるなんて聞いてないよ。直してよ、ひどいじゃん。こんな形の時に、うん、もうちょっとどんな形かはイメージして言いましょうか。確かにこれね、割とさらっと言っちゃうんです、みんな俳優さんって。みんなそういうね、こんな形になるなんて、こんな、どんな形、頭を浮かべて、はい、やだやだ、こんな形になるだなんて、あーやだやだ、こんな形ね。あれ、ふざけてること気がついてないけど、こんな形
形になるなんて聞いてないよ。直してよ。ひどいじゃん。今元に戻れる。ラリルレロ。ちょっと ラリルレロなんか言って。え？ラリルレロ。ラリルレロ。もう一回。ラリルレロ。あんたのラはなんていうのかな。舌をもう少し上下して。ラリルレロ。ラリルレロ。マジ舌にならない。ラリラリ。お、上手だ結構。ラリ。マジ舌にならないってでしょ。僕らしさがなくなりますけどいいんですか清水さん。いや今僕がやる意味がなくなってくる。今のは絶根のトレーニングなんです。知ってます？絶根って。舌の根がどんどん衰えてくるんだって。舌の根も乾かないうちにの舌の根です。ああそう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 。そうなの。だから本当は舌根も乾かないうちになんですよ。精力的な感じがしますけども。ラリルレロガギグゲコ、これが大切なんです。ガギグゲコ。僕ガギグゲコが言えないんですよ、ね。そうでしょ。うん。ガギグゲコはできる。ガギグゲコ。気持ち悪い。でもガギグゲコがあんまり得意じゃん。ダメなんですよね。ああユミンさんと一緒だ。東京の人ってそうなのかな。そうなのかな。うん、山手の人はそうなのかな。カチンって音今聞こえたらごめんなさいね。このラジオ聞いてる人。どこからやりますか、しんさん、はい、じゃあ役おりますか、その姿のままで。トン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 セリフいかないと飽きてくるから、うん、聞いてる人はね。そう、うん、あのいや DVD の中でね、うん、お願いしますよ。じゃあやじゃあやじゃない、じゃあてん役てんおりますか、じゃあ役てん。それね、あの清水さんふざけて言ってますけど、うん、大事なんですよ。おあの始まります何俳優さんでね、はい、この点をねあの意識しないで喋る人すごく多くて、やっぱね、じゃあ役おりますかって分かんないんですよ。じゃあ役おりますか、もうこう入ってくるでしょ。じゃあ役おりますか、なんか中国製日記みたいなんですけど、あれも悪いって言ってるわけじゃないですけど言ってますよ今そこまで強調しなくてもいいですけど、心の中のね句読点は意識してやりましょう。毎日面白い、イエーイイエーイ、これ ガギョのガギョはもういいじゃないですか。なんで誰か頼んだんだろう。あれ最後なんて言ってるのかずっと分かんなかったんですね。毎日面白い、イエーイ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 ってイエーイイエーイなんです。あ、そうなの。私もびっくりした、子供に聞いて、うん、なんて言ってんのって言ったらね、イエーイって言ってるっつって、若い耳には聞こえるんだと思ってそんななんか周波数があるのかもしれないショックイエーイってこと。そう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 、そりゃ違うな。ハーチミツカンクロンハーチミツキンカンミラノドアメ、このぐらいのテンポで、はい、じゃあ役降りますか、その姿のままで、はい、母さん。じゃあ役降りますか、その姿のままで、母さん。やっぱ私ってうまいなそれはうまいですよ。そういうことなんですか。すいません失礼しました、ごめんなさい。じゃあ役降りますか、え、その姿のままで。あ、いい感じ、うん、そう、その冷たい感じ。え、今ね、元に戻れるか聞いてもらってんだけど。あ、いい感じ。あ、でもね、ちょっと時間来ました、これまだ続き明日やりましょう。覚えておいてよ今の。無理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 、大丈夫ですよCan Mr. Mitani keep it in character until tomorrow? Well, we'll certainly find out. But getting back to one question our hosts had.